Thank you.
そいつはこう。取らない、取らない。Thank you.
今日、私の最後のステージです。皆さん、ぜひ飛んでください。
Oh, okay.
Thank you.
ども、ステージの上に上がりたいっていう方いませんか？え、どこどこどこ、見えない見えない、え、じゃあこっち来て来て来て、そっから上がれる？みんな知ってる顔かもしんない。誰誰、ちょっと名前を聞いてみましょう。名前は、サバのサバです。イエーイ、しげちゃん見てる。しげちゃん、お久しぶり。じゃあここでちょっと立っててください。私の曲に付き合ってくださいということで、いってみましょう。ウルトライゴのロックンロール。一緒に踊るんだよ。かかんないじゃん。あ、かかった。
橋亜美ちゃんです。クーズガールの一人でもあります、高橋亜美ちゃんです。亜美ちゃん、亜美ちゃんマイクですよ、こっちですよ。はい、亜美ちゃんの今日は3サイズ、いつも秘密にしてるんですけど、今日は特別に教えたいと思います。バストはなんと85センチ、ウエストは58センチ、ヒップは84センチのナイスバーディーなアミちゃんです。歌ってもらいます。歌ってもらうのはクラシックです。お願いします。CM にも出てるんで、みんなちゃんと見てあげてください。だいたい3時頃出てるそうです。CM が流れてる。3時ぐらいとお昼の深夜の脳みその具の合間にも出てるんで、見てあげてください。次は、アイムプラウドです。はい、サハラトモミのアイムプラウド歌います。はい、ともちゃん風なアミちゃんが歌います。かわいいアミちゃん、頑張ってね。よろしくお願いします。
マーシュちゃん、マーシュちゃん、はいだー、はい、じゃあなんか喋って、はい、じゃあなんか喋って、はい、喋ってと言われますと困るんですけれども、じゃあアミちゃんの紹介をしましょう。グーズクラブではアミちゃんは結構かなり場面が多いんで、脳みその組ではアミちゃんが出てくるというような調子で、すごい水着姿なんですけど胸がでかいんで、もうね結構すごいですよね。今は分かんないと思うんですけどね、かなりもうゴーンときてますよ。ウエストキュッとするね、かなり可愛いですね。水着とかも可愛らしい感じでね、かなりイケてますね。どんどん緊張しちゃうと思うんですけども、頑張ってくださいね。もう一回歌ったから大丈夫でしょうかね。はい、曲はもう一回言います。アインフランドです。高橋亜美が歌います。Thank you.
オッケー、はい、自己紹介かわいいですね、すごくね、はい、
思います。はい、赤坂の星川亜美ちゃんです。亜美です、よろしくお願いします。亜美です、の山野かいちゃんです。かいです、よろしくお願いします。そして他の私一応リーダーの泉たまえです。たまちゃん、最後はなの真田亜美ちゃんです。亜美です、よろしくお願いします。今日は精一杯頑張るんで、皆さん最後まで楽しんでいってください。はい、はい、そういえば10月25日発売のカモンチェリーボーイっていう題名の CD、 みんな買ってくれましたか？でも彼お母さんとタワーレコードに買いに行ったんですけど、うん、まあ、赤沙汰なっていう名前はあるんですけど CD はなくって、お店の人に聞いたら売り切れって言われたんですよ。うん、この前京屋さんのオールナイトニッポンで赤沙汰がなんとインターネットのアクセス件数が第2位だったんですよ。すごいね、私ちょっと嬉しくてテープに撮っちゃったんで、ちょっと気をつけたんですよ。今日持ってきたんで、ちょっと会場の皆さんに聞いてもらおうと思ったんで、ちょっと今から流すんでちょっと聞いてみてください。この曲はもう、とですね、人気を博しておりまして、ランキングチャート、今アクセス数をですね、こうやって見てみますと、今ちょっとこの資料が、コンピューターが今出てきましたね。右にこの、ステレオサーオンと聞こえてますか。ナンバー2にランキングされていますね。これはすごいな、コンピューターで見ると、ちょっと今、コンピューター見えますけど、いいですね、ジャケット。これこの間の摘発されたあのスーパールーズってお店、違う、そんな感じですね。女子高生、このバンド、あ、プロフィール書いてあるんで、女子高生、グラビアで活躍する数の女子高生ですね。ちょっと東京なまり関東語が出ましたが、ご紹介しましょうか。カモンチェリーボーイ、赤沙汰な。ルーズソックスが欲しいということで、私たちサイン入りのルーズソックスプレゼントしたんですけど、そしたら京屋さんがそれをリスナーの方に抽選で1名にプレゼントしてくださったんですよ。あ、それでそのルーズソックスってなんかどうやら富山県の人に当たったらしいですよ。そうなんです。じゃあこの場を借りて富山県の方にありがとうございます。で、実はもう一足ここに残ってるんですよ。会場の誰かに誰かにプレゼントしようと思うんですけど、欲しい人欲しい人いないかな。あ、ちょっとあ、ナミちゃんがじゃあ届けてあげてください。はい、投げるんで。あ、じゃあはい、行きます。あ、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。じゃあその辺に集まってください。あ、欲しい人いない。ないですか。やるときにはね、必ず駆けつけてくれる方なんですよ。また来てください。おめでとうございます。おめでとうございます。それとあの CD の方なんですけど、はい、本日そのカモンチェリーボーイを販売しますんで、よかったら買ってください。買ってください。こちらの方にあるんじゃね。よろしくお願いします。あとシャワーリコードね、売り切れだって会長が言ったんですけど、なんとまた11日に人気があったんで平積みされることになったんですよ。はい、よかったらこちらの方もよろしくお願いします。お願いします。それでは曲の方に、はい、行きましょう。
ご挨拶お願いします。赤くなるですね。赤くなる。赤くなる。はい。それでは皆さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。いつも元気な笠田でした。ありがとうございます。